ヤです。フミです。ワッテミです。今回東京都立日比谷高校やってきました、はい、ここでやる企画、うん、日比谷高校高校受験事情を聞こうやっていきたいと思います。お、まあ、日比谷高校、はい、日本一の公立高校と言ってもいいんじゃないですか、はい、ですね、はい、で我々大学受験と中学受験強いんですけど、はい、高校受験あんま扱ってこなかったじゃないですか。あ、確かにね。で日比谷受かるのに高校受験どんだけ大変やったのか、うん、それをインタビューして日比谷生の底力確認しようやないかという、はい、そういう企画やっていきたいなと思ってます。なるほどね。高校受験、うん、最強高校生何してるのか気づきましょう、はい、皆さんチャンネル登録、高評価、SNS フォローも絶対お願いします。じゃあ調査スタート。わかって TV。 日比谷高校2年生2人見つけました。はい、日比谷って高校受験の難しさ日本一と言ってもいいでしょう。まあそうですね。どうやって乗り越えたのか聞いていきたいなと思ってまして、はい、評定とかは、うん、どんなもんすか。45中45、オール5ってこと。はい、そう。出た。44はすごいわ。やっぱすごいな。都立の入試の仕組み教えてもらっていい。うん、基本数英国理社が必須なんですけど、はいはいはい、東京都で指定された学校に、はいはい、まあ、自己作成問題が作られてまして、はい、めちゃめちゃ難しいんだな。各学校で日比谷がトップと一番難しいと言われてる。日比谷のむずさを象徴するエピソードを聞けたら嬉しいんですけど、はい、どれも基本的に記述問題で書かせるので、はいはいはい、時間がなくて捨て問とかもすぐ選んで取りに行かないといけないので、そこがやっぱり難しい。だ、普通の中学生ってその自己作成の英国数解けるの？ハイレベルな対策してないときついみたいな。私立と違って指導要領内ではあるんですけど、はい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 、まあ、普通の定期テストとはやっぱり違うなっていう。うん、ひねられてると、はい、全体の問題ですと1個の解法で、まあ、答えが出るっていう問題が多いんですけど、日比谷の場合は結構多くのバリエーションの解法を使わないとなかなか答えが導く。あ、じゃあ数学とか相当ひねられてると。なるほどね。3人組つけました。はい、はい、何年生ですか。1年生です。1年生。中学校公立？公立です。普通の、うん、ナンバーワン、トップ5とは。あ、そんなんでいいんや。お、日比谷そんな大したことないね。やめろお前。日本一の高校受験やと思ってちょっと楽しみにしてたんやけど。いやいや、そうね。何区？練馬区。練馬区やったら1位やろ。1位か2位ぐらいでした。1位取ったことある。僕は大田区。大田区の中学校。はい、何位ですか？トップ3には入ってました。おー、3本の指。なるほどね。はい、他どこ行くのやっぱ他は。1位の子が筑風行って。あ、筑風なんだ。で、2位の子が富山に行きました。あ、富山ね。はいはい。なんで筑風と富山に行くの？筑風行った理由はちょっとあんま分かんないんですけど、まあまあまあ、富山の子は日比谷って第二言語があって、うん、第二言語って何ですか？一応第二外国語って言って、なんか高二、高二から始まるの？中国語とか韓国語とか。そうだと必修ではないと思うんです。おうおう、選択。え、えぐない？ね、大学っぽいよね。大学っぽい。それが大変かなっていう理由で、うん、結局便利なところにあるから、ね、あ、アクセスがいいから富山にしたと。日比谷すげえな。大学やん。日比谷の子見つけました。何年生ですか？高2です。高校2年生。はい、高校受験大変やった。大変でしたね。こういうの聞きたかった。そうやね。1日何時間ぐらい勉強した、うん、夏休みとか塾入れたら6時間です。お、あれ、そんなもん、うん、朝から晩までみたいなイメージやったけど。いや、そんなことないですね。あ、余裕タイプだ。僕は余裕タイプじゃなくて、お、はいはいはい、塾の先生にもお風呂入るなって言われてました。風呂入らず。その時から風呂キャンセル界隈やめろかそれぐらいもう足りひんよと言われてましたね。1日何時間ですか、夏休みとかは。8時間はやってました。8時間。8時間で済むんや。逆に、いや、でも8時間やってた。俺結構高校受験ガチ勢やったから。あ、マジで10は余裕で超えてたと思う。いや、もう大したことないな。やめろお前、おい、どこの明石来たか言うとるんやお前。本当にせめて神戸高校とか入ってから言ってもらえる。めっちゃダサいこと言うで、うん、神戸高校受かってたって多分。いや、ちょっと待って、絶対受かってないから。やめてください本当に。受かってたから、はいはい、もう負けぬ遠吠えです、はい、日比谷高校の場合は英国数がオリジナル問題、そのむずさちょっと聞かせてもらっていいですか。ちょっとこの子の手見てもらったらいい。え、で、お、これ、うん、受験の時に負った傷らしくて。待て小指はないやろ。いや、確かに。死にては中指のペンタコやろ。あの、その前に2年生だよ、君たちは。お衣装エグいな。エグいわ、本当に。それぐらい難しい。それぐらい。英語のむずさ教えてよ、英語のむずさ。英語は文章が本当に長くて、はいはいはい、全然時間が足りないっていうのがまずあります。おー。長文の量が多い。長文の量が多いですね。バーッと見るじゃないですか。はいはいはい。自分の知ってる知識に合うような文章があったら、あ、なるほど。テーマね。決めてバーって読んで順番つけてどんどん難しい方を後に持っていくっていう。なるほど。え、長文が何題ぐらい出んの？2、3個あってその中で読みやすいやつを選んでいくと、はい、選んで。おー、戦力家やね。他の教科むずさ教えてもらっていいですか。国語
は、うん、漢字がむずい。あ、そうなんや。なんかアドバイスあります？中学生に。数学は、日比谷は図が正確なんで、おい、割となんかちょっと。定規で測れば。定規持ち込み OK な。作図あるから。あ、なるほど。測っちゃえば面積とか分かっちゃう。分かっちゃう。抜け道好きやな。やめろ、お前。1年生3人組です。はい。高校受験大変やったよっていう話があれば、教えてほしいですけど。早稲田アカデミーに通ってた。早稲田アカ所属。改正必勝ってクラスがあるんですけど。ちょっと待って、早稲田アカのクラスで改正必勝。いい名前やね。僕は改正に落ちました。ああ、なるほど。必勝できず。できず。なるほど。なるほど、なるほど。え、改正よかったら行きたかった、改正。いや、日比谷。男子校なんでちょっとそこな、ね、変わらんやろ。やめろ、おい、なんだ変わらんやろ。青春できてんのか。やめろお前、おい。中学校全然友達いなかったんですけど、あ、なるほど。あの高校、そのみんな人の心ある人ばっかなんで。ああ、よかったよかった。日比谷みんないいやつ多いよね。そうだね。日比谷クラスとかあんのはなくて、お上が福駒必勝っていうその男子だけのクラス。福駒必勝ね。そこがバケモンみたいに頭よくて、はいはい、バスケ40、40おいや、早稲田のエリート教室みたいなのがあんの？日曜日に大きい校舎に集まって、日曜日ね、そこで集まって、で、つぐこまクラス、改正クラスとかにも日比谷受験生がいて、はい、そこで痺れる戦いした。痺れる戦い。じゃあ、当時の早稲田の話聞かせてよ。夏休みに5日間、その会議場立てこもりでやるってやつだったんですけど、最終日のそのテストでクラス一番になって、おい、改正必勝のそのボスみたいな先生に決意語りたいやついるかみたいなところ、熱っ、僕手挙げて、すごいかっけー、何を喋った生徒代表や。その時は普通にあの5日間まず頑張れてよかったっていうのと、あのちゃんと都立まであの入社走りに来ますよっていうのをそこで語って、おい、でもそれ語ったせいなのか、まあ改正に欲しいダセー、おい、やめろ、ダセーじゃねーよ、手挙げといて、バカ野郎が負けたんで、そこでまあやっぱ言い換えの気持ちができたんで、体育会系というか、ね、いやそうですよ、早稲田系はね。そう、男女対応見つけました、はい、はい、日比谷の何年生ですか？1年生です。お、1年生、3年生です。3年生、お、先輩、何つながり？今初対面、初対面。あ、でもね、どうでした高校受験？僕は志文幕落ちだったんで。お、志文幕だった、志文、はい、その志文幕良かった。志文幕はなんか一番驚愕でおしゃれな選手もあるというか、あ、偏差値も最強ですし、はいはいはい、高いね。日比谷って今年東大何やったっけ？ 60、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  60
からつくこま落ち、改正、あの落ちとかいろいろ言ってるけど、日比谷って公立で東大60受かってるからめっちゃすごい、すごいのよ。だから公立っていうカテゴリーじゃない、ほんまに超進学校よ。確かに高校受験の思い出とかあったら、推薦なので、そんな、そっか、日比谷の推薦ってどんな感じなの、何人取る、1割ぐらい、1割ですね。推薦入試はどんな中身なんですか。大学の内申と、あとは小論文と、あと面接で、他は集団討論があるんですけど、ちょうどコロナでそれがなかった。なるほど。え、試験みたいなのないの。ないです。え、ないんや。推進が一応オール5じゃないと入れない。そういうことか、はい、え、ほんまに日比谷の実力あるって思ったけど、まあ、でも入って気づきました、なかったです。いや、素直だし、めちゃめちゃいい子だ、いい子だ。日比谷の推進はもうオール5じゃないと44でもダメってことや。44でもいけるとは思います。相当面接でいいこと言わないと、オール5同士が集まってきてるから。ちょっと待って、俺オール5だったからいけんじゃないか。え、ビーヤマオール5やった。いや、俺中2中3オール5で、中1が4あったかどうかぐらいの話。確かに、ビーヤマコビは売るんうまい。そう、コビ売るんうまい。先生に好かれるのたけてたんで、はい。今大人になってもその辺の社長に気に入られがち。やめろお前。小祭り人生。やめろお前。二人組見つけました。高校2年生みたいです。はい、高校受験は結構二人とも大変やった。大変。なんかあんまり大変じゃなそうな、あ、余裕そう人もいるけども、はい、大学受験と比べて、ああなるほどね。塾は通ってたの、早稲田、出ました、エナ、はい、エナね、エナは何人ぐらいなんですか。60人ぐらい。多いな、全然いるわ、多いな。早稲田が80人ぐらいだっけ、一番多いイメージ。あ、なるほど、早稲田。次は Z 会とか、 Z 会高校受験ね。で、エナ臨海セミナーも多い。あ、臨海セミナー、臨海セミナーも多い。普通さ、地域に1個強い塾あるみたいなイメージなんやけど、はい、東京はやっぱせめぎ合ってるね。夏休みとか結構大変やった、早稲田は。集中特訓っていう。集中特訓。なんか5日間あるんやったっけ。5日間で、なんか東京駅で、僕は。東京駅、東京駅のなんか会議室みたいなとこを借りて。でかいやつね、8時間ぐらい毎日。てかすげえな、早稲田か東京駅抑えんねや。ねえ、すごい。サラリーマン集めるんちゃうねんから。やめろお前、確かに。東京駅じゃなくてええねんけど。確かに確かに。早稲田1位が、
日比谷高校に行って、正規コース平均90みたいな。あ、日比谷入ってからも、日比谷でオール5。日比谷でオール5で高校に入ってなんかもう1ヶ月ぐらいでもう名前、みんながわーわーすごい、すごいすごい。おー、そうだ。日比谷で頭一つ抜けてる。日比谷の高32人見つけました。はい。横受験のこと覚えてますか？はい。おー。そうやったらやっぱ大変やった。まあ。おじいちゃんが昭和を思い出そうとしてる。そういう感じ。高校受験の努力っていうのが大学受験にも生きてきてんちゃうかなと思うんですけど、はい、それはどう思います？日比谷とかは高校受験のやつが生きてる感じがあります。頑張ったから今結構楽になってるなみたいな、はい、英語とかは帰国なんで、あ、帰国しよう、はい、日本人学校行ってて、日本人学校で、うん、英語ベラベラってわけじゃないですけど、はいはい、うん、どこ行ってたの？ロンドンの方に。ロンドン、それはやっぱり自分の得意には今なってる。なるほど、英語ね。高校受験行ってた塾の話みたいなところですけど、はい、何言ってました？早稲田です、ね、早稲田か。サピ、サピはどんな感じだ？確か中学受験のイメージよね。そうやね、うん、何人のクラスだった？ 5,6 人ぐらい。 5,6 人？ある意味選抜クラスみたいなこと。そう、上と下がある。すごいね。へー、 5,6 人で常に争いがあって、あ、特にあのお互い話すこともなかった。おー、やばい、やばい、会話なしの 5,6 人クラス辛いやめろお前。その 5,6 人はみんなどんな感じだった？一緒に行った子ぐらいしか僕も。日比谷、日比谷、あ、行方を知らぬ。行方は知らぬ。早稲田の印象的なエピソードある？みんなも知ってるかもしれないですけど、必勝鉢巻きっていうのあるじゃないですか。え、鉢巻き巻くんやん、早稲田って。はい、えー、なんか特別な講習とか行くと、ほう、必勝って書いてある鉢巻き打たないんですけど、講座中はずっとその鉢巻き巻いてる。まあ、いや、日本軍、いや、違うわ。何をしに行くんだよ。ね、日比谷に特攻したわけじゃないもんね。いや、ある程度受かると思って行ったから。ちゃんと受かると思ってね。必勝鉢巻きで飛んで、巻いて。同じクラスの中では、ある種の罰ゲームみたいな感じで、テストで一番点が低かったやつがそれ巻いて通常授業もそれで受ける。うわ、あ、なるほど、負けちゃったんですよ。おお、そうか。それで巻いて通常授業も受けてたんですけど、校長が来てですね、おっ、気合入ってるね君。なるほど。俺もね、これ、うん、巻いたんよね。早稲田ゼミナールなんだけど、早稲田ゼミナール、早稲田の真似してるんじゃないですか。年末年始に、年末年始、そう、年越しセミナーみたいな、年越しセミナー、そこでみんな鉢巻き巻いてわーみたいな。というわけで来ました。日比谷高校に聞く高校受験の実態。はい。やっぱ日比谷大変やね。いやー、すごいですね。やっぱり公立トップということで。みんな早稲田とか有名塾行って、もうそこでしのぎを削って戦ってきてると。そういうことですよ。だからもう字が違うね。東大とか目指す人は、こういう戦いをしてきた人と戦わなきゃいけないっていうね。そうね。今日見てる高校生は、それを感じなきゃいけない。甘くないっす、やっぱね。そういうことですよ。もうすでに差ついてます。ね。だから本気で抜かしにかからないと、難関でいけないよということで、それが分かる動画でした。はい。皆さん受験生、ぜひ、頑張ってください。チャンネル登録、高評価、SNS の方も絶対にします。じゃあ、今日はね、バイ。